殺しはいいから、人殺しの人たちはもういいから。ちょっと邪魔、今取材中。瀬尾さん、はいはい、声明の概要をちょっと読みましたけど、はい、自分はその差別主義者と公的に認定されてないと、はいはい、はい、いうふうに書いてたけど、はい、石橋さんも別に極左とか公的に認定されてないけど、そういう矛盾はどうするんですか。あ、極左っても明らかに極左じゃないいや、そのあたり、いや、本当はっきりするから、裁判ではっきりしようよ。もう一つ、瀬尾さんはやっぱり自分がネオナチ運動をやってきたということを、まあ、誇りにしてるじゃないですか。いや、ネオナチって言ってないからね。いや、言ってる。俺との討論で言ってるもん、長いことネオナチ運動をやってきました。いや、だから今は言って、今はもう非暴力宣言だから、ネオナチじゃないって言ってるから、ね、ネオナチ運動をやってきたわけだから、だから今は違うって言ってるでしょ。差別主義じゃないネオナチ運動はないんじゃない。いや、そんなことないよ。いや、だってもう非暴力宣言してるんだから。まあ、それはでもネオナチ運動やってるの。よく読んでくれ。ネオナチ運動やってたよね。非暴力宣言してるの。ネオナチ、ベースじゃない。昔のこと何十年前のこと言ってんの。違う違う、俺大阪の討論会で言ってた、この間5年前だよ。いや、そうやね。